これ、あ、ピー言うた。あ、これ、大丈夫、これ映っとる。赤いランプで、これピー言うた。大丈夫な、大丈夫、映っとるな。お、タクムー、タクムー、見とるか、見とるか、久しぶり、しげはるおじさんや。お、見とるわけ、見とる、これすごい、すごいな。話できんやん。久しぶり、タクム。いや、今日すごかったな。ホームラン2本打って、4安打、4安打。もう少しで、サイクルヒットっていうか、4打点、大活躍やったな。タクム。おっちゃん嬉しいわ。え、まあ、たくむが小学校の時な、もうこんなちっちゃい時に野球始めて、ようちゃんと公園で野球した覚えてるか。もうおっちゃんの球全然打てんかってね、あの時。もう空振りばっかりしとったからな。おっちゃんもう球速いからやめて言うて、もう空振りばっかりしとった覚えてるか。バッティングフォーム教えたあのおっちゃんで、これみんな言うとってや、もう仲間に言うとってや、阪神のな。おっちゃんが教えてんから。で、中学ではシニア、山形シニアに入って、で、高校は名門、日大山形に入ってな。あんとか入学祝いにおっちゃんあげた500円の図書カード。あれもう使った？あれもう使った？あれ本たくさん買うた、あれで。ほんで2年の夏にな、甲子園行くんや、甲子園な。ベスト4や。ベスト4。準決勝で負けたけどな、準決勝で負けた時、もうたくももう泣きじゃくって、泣き崩れてな、おっちゃん。なんとかして励まさないよってな、ココス連れて行った覚えてるか、ココス。な、一緒に行ったな、好きなの2品頼んで、言うて、もうたくも、喜んでたな、これ。覚えてるか、覚えてるのか、こういう話な。ほんで高校卒業してな、大学は、東北福祉大学。東北福祉大学入ってな、その時に入学祝いであげたピカチュウのマグカップ今でも使っとんか？今でも使っとんか？メルカリで買うてな、ちょっと汚れがあったからな、クレームつけてな、安してもらって、あれ今でも、あれ使ってな、なんかな、紅茶とかコーヒーとか飲んでた、嬉しいけどな、使っとんかな。じゃ、これ見とんな。見とんな。ほんで大学卒業して、三菱自動車岡崎に入って、1年目からショートでレギュラー。お茶奮発してな、あれあげた覚えてるか？今でも持っとるか？三色ボールペン。三色ボールペンあげたな、おたくまで喜んでたやん。三色もいいみたいな。お茶三色もいい言うて、喜んでたな。あん時の笑顔、わ、お茶忘れてへんだよ、もう。ほんま覚えてるわ。ほんでや、阪神タイガースにドラフト6位で入って、1年目に盗塁を、盗塁を取ってな、お茶言うてた公園で野球してた時にな、足早なれよってな、たくむ足早なれ言うて、うん、早なる言うてな、うん、早なったな、ほんで盗塁をや、お茶言うた通りや。ほんでな、新人特別賞取ってな、その時お祝いにあげたプレステ2で今でも遊んどんか、今でもプレステ2で遊んでくれとんかな。もう息抜きもな、必要からな、そういうのな。たくむ、ほんま、今日ようやったな。まあ、今日は一番の近本くんも、3安打や。たくむの前でな、よう出てくれたわ。3安打、もうだしょ。近本くん、コウジ覚えとるか、近所で野球やった、覚えとるわな。教えバッティング教えてな、うん、今日3安打よ、うん、ほんで4番の佐藤くんもな、タイムリーヒット含め3安打もうだしょ、打ったな、出るわけ、出るか覚えとるわな、よ、公園でな、一緒にお茶で野球したら覚えとるわな、お茶教えとな、みんな大活躍か、ほんで青柳くん4勝目な、来よここよ、あんま関係ないでな、13安打9得点で阪神から、始まった。ということで、今日は、たくむの大活躍で、橋勝ちました。橋派の皆さん、これからもたくむをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょ、これ、映っとんやんな、これ。映ってんの、わしずっと、喋ってたら、これ。アホや、これ。な、映るな。たくむ、明日も打て。明日も打て。おっちゃんが教えた、バッティングで。まあ、打ってくれ。消す。ここ。